Twisted Radio Station。 というわけで Twisted Radio Station 第2回目です。本日お送りするのはラギーブッチのボイスキャストを務める市川葵と、おっす、皆さんこんにちは。デューススペードのボイスキャストを務める偉大なる小林千明です。声でか。偉大なるって何なの？あの、前回山下さんがこの第1回目のツイステのラジオの時に、そのツイちゃんをやってるけど緊張しているっていうのをおっしゃってて、で、その時に、いや、小林千明は偉大なんだよって言ってて、そこ拾ったの。言っていこうかな。ああ、なるほどね。まあそうだよね。二人はツイちゃんやってるもんね。やらせていただいてて、まあでも今回のね、ラジオっていう形では初めてですし、しかもね、MC で言ったらね、市川さんも、これまでツイちゃんもゲストで、出演されてたから初めてってことですよね。そうだね。しかもあの、期間限定の特番みたいなので呼ばしてもらった感じだから。はいはい。あの、ついちゃんの本編にはね、出てないから。そうですよね。呼ばれてないから。まあ、通常回というか、そういうお祭り会ではない時には、登場してないままラジオの方が先に。そう。しかも、僕前回のラジオを聞かせていただいたんですけれども、二人がこの、なんていうんですか、ツイステッドレディオステーションを決めたじゃないですか。はい。あれなんかいくつか候補がね、画面に出てたわけよ。はいはいはい。で、ツイステッドワンダーランドってさ、まあ学園ものじゃないですか。まあそうですよ。俺はツイステ放送委員会みたいなのめっちゃいいなと思ったんだけど、あの二人は、やっぱ男の子だから、英語かっこよってなったんだろうね。男児だからね。そうそう、ツイステッドレディオステーションになってしまったんですけれども。まあ、シンプルっちゃシンプルですけど。まあそうだね。横文字がかっこいいもんな。かっこいいもんな。で、そんな二人からですね、はい、まあオープニングトークのお題を預かっていますと。このラジオの公式ハッシュタグを決めてください。おー。ということで、俺たちが決めなきゃいけない。はいはい。みたいです。で、ハッシュタグの案をいただいててですね、ハッシュタグツイステラジオステーション、はい、ツイラジ、はい、ラジステ、はい、ツイステラジオ、はい、まあ、この中かもしくは、僕と小林くんでなんか出してもいいらしい。あー、僕もツイステッドラジオステーションじゃなくて、ツイステッドハーツラジオってことですか？どういうこと？僕ハーツラビル寮なので、じゃあ俺だったらツイステッドサバナステーションってこと？いや、もうみんな、ハーツラジオで統一していただくっていう。いや、それはちょっといい気申し立てだな。俺はやっぱサバナクロー寮のラギーブッチのボイスキャストしてる以上は、やっぱサバナ、ね。あ、そこは感化できないと。やっぱそこは何ラジになるんだろう。サバラジになるのかな。サバラジ？まあ、ラギー、サバ好きそうですけど。まあ確かに。何でも好きそうだからね、彼はね。ハーツラジオとかダメですか、じゃあね。ダメだね。まあでも、都度都度変わるのもね。この、割と4つの中だと、やっぱり、ツイステラジオがこの、シンプルだし、わかりやすいし。わかりやすいし。なんかこの、ツイラジとかラジステだと、もしかしたらなんか他のね、ラジオ番組でこういう略し方あるかも。可能性はなきにしもあらず。なので、で、ツイステラジオステーションだとちょっと打つのが手間かなと。そう、だって、ツイッターってさ、140文字以内につぶやかなきゃいけないんでしょ？はいはい。このツイステラジオステーションだけでさ、そうですよ。ツイステラジオステーション。何文字だこれ？ 13 文字。うん。13文字取っちゃうからさ。まあでもハッシュタグつけたらもう本当に14ぐらいですよね。10分の1ぐらいか。そうそう。じゃあツイステラジオでいいんじゃないですか。ツイステラジオにしましょうか。ツイステラジオにしましょう。では、この番組の公式ハッシュタグは、ハッシュタグ、ツイステラジオに決定いたしました。みんな、これを聞いてる皆さん、ハッシュタグ、ツイステラジオでお願いします。お願いします。はい、番組の感想などぜひ、このハッシュタグつけてつぶやいてください。うん。ということで、早速コーナーに入っていきましょう。せーの。ツイステ観察学。さて、このコーナーでは毎月我々がくじを引いて出たキャラクターについてお話をします。うん、自身がボイスキャストを務めているキャラクターが当たる確率は21分の1。はい。あの、前回ね、バン君がジャックを引いたので。らしいですね。なんで22から21に変わって21分の1。うんうん、もしかしたら今回も、俺がラギーブッチを引くかもしれないし、はい、
僕はデュースを弾くかもしれないですからね、うん、はい、ですけれども、うん、でもすごいですね、前回のバン君がジャック当てたってね、自分のボイスキャラ、そうだね、うん、だってジャックが弾かれてないってことは22枚の中から引き当てたんでしょ、うん、いやそうですよ、多分光ってたんだろうなピカーっつって、いや本当にねすごいですよこの確率だから、僕らもちょっと21分の1引き当てたいと、そうだね、思いますけれども、これどっちが引くんだいって話ですよ。まあ、前回マン君が引いたっちゅうことは、うん、まあ、サバナクローリオからは引いてるわけじゃん。ああそうね、うん、だからハーツラベルからも引いてもいいんじゃない。ああじゃあお言葉に甘えまして、じゃあ僕が引かせていただこうかな。ドロロロロロ。まあでもね、これを聞いている皆さんもね、うん、自分の好きなキャラクター当たってほしいなって。欲しいだろうけども、うん。じゃあ、真ん中ぐらいにやったらこれにします。いきます。お、ん、ディア・ソムニア寮から、はい、セベク・ジグボルト、セベクセベク・ジグボルト、はい、来ちゃいましたか。ジグボルト兄さん来ました。あらー、うん、この、ツイステッド・レディオ・ステーションの、うん、ランダム MC、はい、石谷さん、はい、石谷春樹さんがボイスキャストを務めてるキャラクターですね。先に当てちゃったごめんっていう石谷さんはもう語れない、もう語れないから、もう二度と先に当てちゃいましたからね。はい、というわけで、セベク・ジグボルトのプロフィールをですね、簡単に紹介していきたいと思います、はい、お願いします。セベク・ジグボルトが、まあ、お名前で、学年が1年 D 組33番、33番らしいですよ、うん、で誕生日が3月17日、うん、魚座、年齢16歳、うん、身長が188センチ。でっかい。結構大きいね、うん。これ結構そのツイステの中でも後ろの方なんじゃないの？うん、まあマレウスとか、うん、まあ双子は大きいですけど、あとジャックも大きいよね。あ、そうですね、うんうん。でもそれに次ぐぐらいの多分大きさ。そう、今実は手元に設定資料集がございましてですね。そうなんですよ。スクエアエニックス様のね。1,2,3 後ろから5番目だよ。おお、大きいね。先生とか含めた登場人物の中でも、うん、後ろから5番目なんですもんね。5番目ですね。相当大きい。大きいですね。まあ今市川さん言ってくれましたけど、うん、そう、3月17日がお誕生日だから、うんうん、僕その毎年ついちゃんで、うん、3月18日がまあ、ツイステッドワンダーランドのゲームの、うん、周年記念日なので、はいはいはい、まあその時に放送をやってるんですけど、うん、その前日がお誕生日ということで、うんうん、毎年石谷さんからおめでとうございますの、うん、お手紙をもらっているっていうね。そういうなんか、まあ、近しい誕生日だしね。そうそう、なんか二度お祝いというか。そうなんです。いいですね、セベクのお祝いプラス、うん、1周年もおめでとうございますっていう役目を石谷さんがやってくれてるんですけど、そう、でも出演はなぜかまだ、うん、あ、そうなの、していないっていうところなので、お手紙だけなのね。そう、本人が登場してお手紙読んでほしいですね。セベクへ。そうそう。お誕生日おめでとうってね。そのまま、ね、はい、生で。なんかこの設定資料集見てるとさ、はい、髪を下ろしたセベクもいるんだよね。これね、レアカットですよ。いや、これ超レアカットでしょ。うん、だって見たことないよね。なかなかね、見れないと思いますけど、だから、この設定資料集さえあればいつでも、いつでもこの髪を下ろしたセベクに会える。そうですよ。ですけれども、まあ、セベクといえばですね、はい、ラギーの、お誕生日の、デュオの相手だったんですよ。ああ、はい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 。そうそうそう。で、大きい声でね、セベクってめちゃくちゃ声が大きいから、はい、そう、サイズだけじゃないんですよね。そうそうそう、声も大きいですから。ラギー先輩おめでとうございますってやっぱ言ってくれてね、嬉しかったね。うん、でもなんか、そこ、結構律儀ですよね、うん、一見その割とディアソムニア寮の、うんうん、まあ、特にマレウスに対して、まああとはリリアもか、うんうん、に対してだけ結構こう敬意を払って、うん、しっかり敬語なのかなと思いきや、ちゃんとしてるというか、そう、ちゃんとね、敬語使える子なんですよね。そうそう。ただ結構こうまっすぐ向いちゃうだけで、うんうん、性格的に、そうそうそう、若様にね、そうそう、向いちゃうだけでなんですけれども、ね、まあ、だからマレウス、まあ、大好きっていうのは、うん、まあ、シルバーと一緒なんですけど、うん、そのシルバーとのこのマレウス様へのちょっと対応の仕方でね、うんうん、ちょっと喧嘩したりっていうのは、まあね、うんうん、それぞれの方向性があるからね。そう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 方向性の違いでね、ちょっと過保護にマレウス様を
守りたい派と、うんうん、まあちょっとぐらいもう自由にさせてあげたらいいっていう派でね、うんうん、まあ両方のね意見が分けてますけど、はい。なんかね、セベクはね、うん、その馬術部に所属してるんだけど、はいはい、やっぱ馬術部って大きい括りで見ると、はい、運動部というのも、まあまあうね、この設定資料集に書いてあって、で運動部にね、どっちも、はい、デュースもラギーも大きい括りでは一緒なのよね。デュースも陸上部ですからね。うんうんうん。なんかどうですかセベク。何そのざっくりとした質問。いやでもその1年生同士なんですよデュースとは。あ、そっかそっか。そうそう、うん、だから結構その1年生同士の絡みがあると見せかけて、うん、今のところ実はそんなにないのよ。あ、そっか。はい、だからそれがねちょっと今のところ寂しいけど、うん、だから今後ね、うん、始まるであろう7章。あ、そうだよ、6章完結したから。そうなんですよ、うんうん、6章完結しましたから7章が始まった時に、うん、まあちょっとデュースともどういったちょっと会話とか絡みがあるのかなっていうのは楽しみにしてますけど、しかもやっぱ、はい、それぞれの章が始まったらさ、そのキャラクターも深掘りされていくし、うん、そうなんです、どういうこと考えて動いてたかとかもさ、うんうん、そこで初めて見えてくるものってあるじゃん。いや、そうだからオーバーブロッドするのがセベクの可能性もありますからね。まあ今までの傾向的にだってジャミルもオーバーブロッドしてるから、うんうん、必ずしも寮長じゃないっていうのがね、あるからね、うんまあ、っていうところがあるので、まあ、僕ら的にもだいぶセベクっていうのは、うん、まあ、今出ている情報でも結構いろいろ喋りましたけど、うん、今後はね、楽しみなキャラクターだね。すごく楽しみですね。はい。以上、ツイステ観察学でした。でした。それでは次のコーナーです。ツイステシー。はい、ツイステシーとは、今月のツイステのイベントや更新情報を振り返るコーナーとのことです。では早速6月の更新情報を見てみましょう。じゃあ市川さんお願いします。はい、6月上旬はですね、うん、期間限定イベントフェアリー柄イフ妖精たちと見る夢の祝祭が開催されていました。はい、これにもねさっきお話ししたセベクが登場していたという、1年生図がね、うん、そして6月3日は、小林千秋くんがボイスキャストを務める、はい、デュースの誕生日ということでですね、デュースバースデーキャンペーンが開催されました。はい、またデュースバースデー召喚や、復刻デュースバースデー召喚が開催されました。そうなんですよ、うん、まあ、これ僕も、まあ、引きさせていただきましたけれども、うんうん、まあ、本当にねこの1周年でもなんか巡るの早くないですか。早い、うん、この間1周年祝ったかと思ったらもうねそうそう、お誕生日が回ってくるからね、うん、であと嬉しいのがね、このやっぱ前年度のこの衣装の方も、うん、バースデーキャンペーンの方もちゃんとピックアップしてくれるっていうのは個人的にはありがたいなって、うんうんうん、ゲットし損ねた方もね、そうそうそう、どうしてもね、うん、石の配分とかいろいろ皆さんありますからそうだね、それぞれにね。あ、でも今年はここ余ってる、いけるかもでね、いけるかもしれないので。しかもさ、セベクが3月17日でその次がツイステの周年、はいはい、3月18日がっていうけど、うん、デュースは6月3日でさ、はい、小林くんあれだよね、6月4日だもんね。そうなんですよ、そう、1日違いの誕生日、ここにもまたここにもまた誕生しましたでも6月4日に特番はしてくれません。残念。そらそうだ。じゃあ中旬の方も行きますね。はい、期間限定イベント復刻星に願いを、うん、ダンス&ウィッシーズを開催いたしました。はい、こちらはですね、あのデュース SSR のデュース、うん、星送りの衣が、期間限定召喚で復刻しました。はい、いやこれなんか嬉しいですね。うん、なんかまあデュースの誕生日っていうのもありますけど、うんうん、この6月に結構このデュースのね、なんかね。たくさんね、お祝い事がね、ありますけども。イベントが多くて。まあ、これもね、うん、久しぶりの、まあ、限定召喚というか、復刻だったので、はい、そうだね。だ結構、多分、ユーザーさんの中でも待望していたというか、うんうん、待ちわびてたっていう方が多いんじゃないでしょうか。しかも、この衣装、俺、めちゃくちゃ好きで。あ、本当ですか。可愛いよね。可愛い。めちゃくちゃ。このひらひらね。そうそうそう。うん、やっぱ、これのデュースの笑顔もね、めちゃくちゃいいですし。はい、いや、そうなんですよ。これね。ゲット、今年初めてゲットしたよ、みたいな方もね、きっと、たくさんいらっしゃるでしょう、うん。そうそう。当時やっていなかったよっていう方もね、うん、まあ、引くチャンスだったのかなと思うので。うんうんうん、大事に育ててあげてください、まあはい。ストーリー的にもすごく面白いので。うん、ぜひ。はい。で、下旬はですね、うん、6月25日、カリムの誕生日でした。カリム。そう、こちらもカリムバースデーキャンペーンを開催しております。はい。また、カリムバースデー召喚や復刻カリムバースデー召喚も開催しておりました。今回の、誕生日のね、衣装。はい。
可愛かったね。まあこれもね、なんかキャップをかぶって、うんうん、なんかより少年味が増してる感じがしてね。そうそうそう、ファイムは可愛いですね、うん、でもラギーと2年生同士だから、うん、ね、会話とかでもあんまりしてるイメージがないですね。いやそれがね、うん、ラギーはそのカリムにこう宴に誘われ待ちなのよだ本当は仲良くされたい街なんだ。そうそうそう。だから、いいものくれるのを待ってるから。はいはい、でも確かに、そう。うん。ストーリーでもちょこちょこありましたね。ちょこちょこね、うん、宴に誘われたそうにしてるからね。はい。そしてですね、はい、イベントではないんですけれども、うん、5月末に周年のついちゃんで発表した、ルーム機能が実装されました、はい。ついに。ついに実装されたらしいじゃない。うん、そうなんですよ、はい、ついにお待たせしました皆さん。なんだって？お待たせしましたって言いましたこれ喧嘩するんだよね二人がね。そうそうそう、ああそう、このルームのね、そう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 、中にキャラクター入れられるんですけれども、そこで喧嘩して、まあ、そこででもアイテム、強化アイテムとかを得られたりするので、うん、結構やるとその、うん、画面的に楽しいとか可愛いだけじゃなくて、うんうん、普通にゲーム進める上で地味に美味しい、そうそう、美味しくて大事な、うんうん、システムとなってるので、どしどし皆さんやってってほしいですね。ですね、まあ、それぞれ喧嘩させたい相手を呼ぶでもいいし、そうそうそう、だからみんなのお部屋がね、ユーザーさんのお部屋がどうなってるかも、まあ、気になるところでありますね。あ、これちょっとやっちゃいますか。え、やっちゃいます。やっちゃうか僕らの一存で決められるわけないのに。まあだからそれぞれのお部屋のなんか、まあね、そうそう、ユーザーさんのルームを見るコーナーみたいなのももしあったらね、うんうん、それかもしくはなんかこうテーマをさ皆さんにこう提示して、うん、それに沿ったなんか、はいはい、例えばハーツラビュル寮の何かでもいいし、サバナの何か、サバナクロー寮の何かでもいいし、まあ夏だったらこの夏っていうテーマでね、うんうん、作ってもらうのもいいですし、まあ、そんなコーナーができても面白いんじゃないでしょうか。はい。そしてこの配信の途中でもね、何回か話しましたけれども、はい、ついに6章が完結と。そうなんですよ。いうところで、うん、何やらミニゲームが難しいと。そうですね、噂のあれね。噂のあれがね、うん、リズミックとはまた違う、そう、究極難易度。そう。ここに来て、はい、あると。あるというふうな、噂は聞きましたんで。大変、あれ、もうストーリーを進めたいけど、うん、あれが難しいっていう声もちらほらあったらしいですけど、うんうん、でもね、ほんと6章は大ボリュームですからね。大ボリュームよ。そうですよ、もう。毎回言ってましたもん、その収録のために、うん。ボリュームすごいっすねって言って、もう。うん、その撮ってくださるディレクターの方とかもう、うんうん、ほんと、ああ、もう、大変じゃん。声優じゃないのカスカス、声カスカスぐらいの。ディレクションとかあるからね。ディレクションしすぎて。うん、でも、そんぐらい超大ボリュームだったので。しかも、学園のね、外に、ナイトレイブンカレッジの外に飛び出していきますんで。うんうんうん、あと、この、なんだろう、序章というか6章の最初の方のこのワクワク感もね、うん、だいぶ強くて、これまでとちょっと毛色が違くて、雰囲気全然違ったもんね。いきなり謎の敵みたいな感じで現れて、うんうんうん、でしかもね、寮長とかが連れ去られていって、うん、俺たちどうなっちゃうのだよね。そうだって、エースとデュースに至ってはもうボコボコにされてますからそうだよね、登場してくれるのかまたみたいな、うん、ちょっと心配もありましたけども、ね、まだプレイされてない方、ね、ぜひ6章まで楽しんでください、うん、ぜひぜひ、はい、はい、そしてこれ大事ですよ、毎月のことなんですが、うん、1日、毎月1日ですね、うん、ショップ更新がありますので、交換忘れないように気をつけてください。これお得なね、マジで大事だから。そうよ、うん、これだいぶ石とその、うん、キー、うん、交換できるんですけど、うん、これね、やるとやらないのとではだいぶ運命の差ですから、運命の差ですから推しを少しでも引きたい方はね、これ忘れずに、交換忘れずにお願いします。ください。はい、以上ツイステ氏のコーナーでした。はい、今月の情報を振り返ったところで、続いて来月の運営スケジュールをお伝えします。来月のツイステ、はいはい、急にあのコーナー名がなんか今まではさ、はい、ツイステ観察学とか、そうそうそう、ツイステシーってなってたけど、凝ってるタイトルだったんですけど、うん、急に朝の情報番組感が出てくるただ来月のツイステですどうぞみたいな感じになってるけど、はい、まあこのコーナー名とか考えてくださってる方が、はい、ちょっとこのコーナーだけタイトル思いつかなかったっておっしゃってて、うん、そのツイステの授業っぽい名前欲しいので、もしいい名前がついたら、これね、あの、授業ではないんだけど、はいはい、多分普通の学校生活とかで、はい、なんか学校頼りみたいななかった？
ああ、ありました。プリントでさ。はいはい。だツイステ頼りでいいんじゃない？いいですね。ツイステ頼りでいきましょうよ。ツイステワクワク頼りどうですか？ああ、いいね。ワクワクしちゃうね。ちょっとワクワク、なんかね、うん、より来月を楽しみに。あ、そうだね。じゃあ、ツイステワクワク頼りにする。ワクワク頼りで、ちょっと可愛く。突然幼稚園みたいになったけど。まあね、うん、でも、そういうちょっとハッピーなね、内容をお届けしていきたいので、はい、じゃあちょっと。じゃあ、ツイステワクワク頼りにしますか。あ、OK が出た。満足な。はい、ありがとうございます。はい、ツイステワクワク頼りはですね、はい、ラジオをお聞きの皆さんはご存知の通り、うん、ツイステでは毎月月末に来月の運営スケジュールをゲーム内お知らせにてお伝えしております。はい、運営開発状況によってはスケジュールの変更の可能性があるのでご了承ください。はい。そして来月はこのような予定になっております。というわけで、ちょっとラジオなのに申し訳ないんですけど、うん、皆さん今耳だけで聞いてる方は、うん、ちょっと画面に、画面をね、はい。目を通していただいて、今多分画面で、はい、来月こういうスケジュールでお届けするよっていうのが出ていると思うんですけれども、うん、そうまあいろいろありますけど、やっぱねこのやっぱ期間限定イベントようこそスムステッドワンダーランド、こちらちょっと気になりますよね。スムステ来ちゃった、ついに来ちゃった待望のスムステが待望っていうか初めて聞いたから、このスムステっていう響きをね。いやだってつむつむに登場してたじゃないですか。ああ、登場してましたけど、そこでマレウス様がね。ああ、はい、いましたね。強い強いマレウス様が出てたんで、うん、僕引きましたもん。だから市川さんもやってたって、うん、言ってたから、そっちのゲーム、ね。そう。だから引いたんですか？引きました。おお。ちゃんと、大変な思いをしながら引きました。濁してるな。引きましたよ。はい、うん。まあね、どれぐらい時間がかかったのか大変だったのかっていうのは皆さんの想像にお任せしますけれども、はい、まあとにかくこのツムステッドワンダーランドっていうすごく面白そう、うん、楽しそうなちょっと、イベントがあるらしいので、皆さんもちょっとお楽しみに。うん、これ SSR リドル、SSR レオナ、ちょっと引きたいですね、これは。引きたいね。可愛すぎるだろう。あまりにも可愛い。可愛い、うん、可愛すぎる。うん、でも俺はセベクもやっぱ欲しいな。ああ、いいですね。あ、うん、なんか、珍しくって言ったらいい、あれですけど、なんか、うん、あ、違うわ、これ、ウインクしてるわけじゃなかった。あ、ウインクじゃない。スリ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 されてるだけ。かわいいね。でもみんなそれぞれ可愛さがありますね。ありますね。はい。もうあとは、これか、SSR カリム、クラブウェア、うん、召喚、登場するんですけど、これね、はい、まあ、ゲストルーム、うん、まあ、さっきも説明したように実装されたじゃないですか、うんうんうん、5月下旬に、うん、まあ、これの家具がこれまでってこの SSR のキャラクターとか当てたら、うん、まあ、そのキャラクターカードだけがまあ、もちろん、自分の手元に追加されてたんですけど、なんと今回この SSR カリムクラブウェアを当てていただきますとですね、うん、ゲストルームの家具が手に入るっていう。素晴らしいじゃない。素晴らしいアイデア。これアイデアマンがいます。でも、スムステッドワンダーランドっていうタイトルになっちゃったんですね。まあ、アイデアマンとは別かもしれないからね。あ、そっか。タイトルつけるかどうかね。かわいいですけど。まあでも、このゲストルームの家具っていうのが、うん、なんだろう、ドラム一式とかなのか。ああ、可能性あるね。軽音部にまつわる何かとか。ねえ。うん、可能性はあるな。アンプとかそういうなんかね、うんうん、軽音部っぽい部屋にできるのかなとか、ちょっと想像膨らみますけれども。でも今回このさ、軽音部のカリムが、はい、実装されたってことはさ、うん、そのうちそれこそ馬術部、陸上部、バスケットボール部、マジカルシフト部みたいなさ、それぞれの部活にまつわる何かがもしかしたら今後登場するかもしれないってことだよね。あんまり察しがいいと。確信めいたことを言っちゃうと。そうですよ、危ないです。危ないね。これ以上は。そうですよ。まあでもこの少なくとも軽音部内だとね、はい、ケイトとかリリアも所属してますから、うんうんうん、それぞれの担当楽器の何かが手に入るのかな、まだ全然僕らも分かってないので想像ですけど。おいおいおい、それ組み合わせちゃうとやばいやつなんじゃないのか。やばいぜ。っていうのでちょっと皆さんもお楽しみに、はい、はい、よろしくお願いします。まあ、他にもレオナの誕生日とかいろいろありますけれども、うん、ぜひ皆さん、来月もお楽しみに。はい、来月のツイステも楽しみですねという感じで、うん、ツイステとレディオステーション、うん、第2回こんな感じでした。はい、じゃあ小林くん感想いただけますかね。はい、まあこのツイステについて語れるラジオっていう媒体でね、うん、やるのは初めてだったので、うんうん、まあすごく新鮮だし、すごく楽しかったです。うん、でもやっぱり僕ラジオってこのメールとかお便りっていうのが、まあこのね大事というか、つながりができると嬉しいなっていうのはあるので。うんうん、ちょっとね、
今後ね、そういうコーナーというか、まあ、さっきちょこっと言ったそのルームを見せてもらうじゃないですけど、うん、そういうのも含めて、今こういうので、ツイステ楽しんでますとか、うん、ここの敵が倒せないですとか、うん、今この子の、レベル100にしましたとか、うん、なんかそういういろんなツイステにまつわるメールとかね、うん、聞けたら、よりツイステラジオ盛り上がるんじゃないかなと。大事じゃん、そこ一番。もりょもりょしちゃった。はい、そうですね。はい、なので、すごく楽しかったですし、今後がね、うん、楽しみな、ラジオでした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、市川さんどうですか？そうですね。まあ、僕もこうやってツイステの、まあ、ラジオ、関わらせていただくことになってですね、僕はツイちゃんに、うん、まあ、特番以外呼ばれていないので、やっぱりこうやって、なんか新しい情報を発信できるという場に携われるのはやっぱ嬉しいですね。はいはいはい、はい。だし、そう、皆さんからのね、あの、お便りもそうですけれども、うん、やっぱり、こう、MC というか、パーソナリティが、こう、ランダムで変わっていくのも面白いけれども、やっぱりゲストの方がいたら、より面白いんじゃないかな、みたいな。確かに。感じもしていて。アリュ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 か。それアリュ。やっぱり僕たちの中だと、ハーツラベル、サバナクロー、ディアスムニア。はい。なんですけど、量はこの3量だけじゃないので、はい。で、その他のね、寮長の方にも、はい、来ていただきたいなとは思いますね。いや、SSR 花江夏樹、召喚します。ボイスキャストの名前がね、そうですね。はい、SSR 梅原雄一郎。出るかな。大事ですね、はい。ということで、本日のお相手は、ラギーブチのボイスキャストを務める市川葵と、デューススペードのボイスキャストを務める小林千秋でした。次回のツイステッドレディオステーションは7月末配信予定です。同じくアニプレックスの公式 YouTube チャンネルで公開いたします。はい、公開情報はツイステ公式 Twitter にて投稿予定とのことですので、ぜひチェックしてください。そして最後にですね、うん、次回のラジオパーソナリティ、まだ誰が務めるか分かってないんですが、うんうん、オープニングトークの話題を振りたいと思うんですよ。あー、今回の俺たちで言うところの公式ハッシュタグか。そうそうそう、はいはいはい、でもやっぱりあの二人はすごく真面目にやってくれたということで、うん、まあ、ちょっとそことは外して、はい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 、まあ、来月夏真っ盛りというか、7月じゃないですか。7月末だから暑いよ結構。ちょっとじゃあスイカとメロンどっちが好きっていう、スイカとメロン、なんか夏といえばさ、はい、なんかこう海か山かみたいなじゃないんだ。スイカとメロンなんだ。花火、うん、というかその屋台行ったら何食べるとかね、うん、そうそうそう。じゃあスイカかメロンか。スイカかメロンにしますか。それを、誰と食べたいか。ああ、いいですね。どのキャラクターと食べたいかにしますか。確かに、どのキャラクターと食べたいかにしましょうか、うんうんうん、じゃあちなみに市川さん、じゃあどっち派かだけ押してもらっていいですか。俺は、スイカ派ですね。あら、メロン派でした。あー、でもちょうどいいね、取り合わなくていいから。まあそうね、好意的に考えれば喧嘩せずに。そうだよ、俺たちがだってさ、スイカ派どっちもだったらさ、確かにルームにほっぽられてさ、はい、ゲストルームにほっぽられて喧嘩して、スイカのところで。うん、はい、ちゅうことで、はい、次回のパーソナリティの方のお題は、スイカ派か、メロン派か、そしてそれをどのキャラクターと食べたいかというところで一つよろしくお願いいたします、うん、よろしくお願いします。はい、それでは皆さん、ごきげんよう。